メンタルエッセスクールスタッフ吉田です。今日もスクール代表斉藤幸男のブログを紹介したいと思います。今日のブログはこちらです。素のままの自分でいられていますか？強い自分を装っていないでしょうか？等身大の自分でいられることも強さの一つですよ、ということが今日のブログには書いてあります。よかったらご覧になってください。斉藤幸男のブログは斉藤幸男アメブロで検索、スクールに関することはメンタルエッセスクールで検索してみてください。それでは